ヨハンフリードリヒ・ファッシュヨハンフリードリヒ・ファッシュは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家。息子のカールフリードリヒ・クリスティアンも音楽家になった。ブッテルシテット出身。バイセンフェルスで、少年聖歌隊員を務め、ライプツヒの聖トーマス教会付属学校で、ヨハン・クーナウに音楽を指示し、コレギウム・ムジクムにも参加した。ドイツ全土で、演奏旅行を行い、1714年に、 バイロイトの宮廷楽団にバイオリニストとして入団。グライツやルカベッツでも同様の地位を得た。1722年にゼルプストの宮廷楽長に就任し、没年までその地位にあった。現存する主要な作品に、カンタータ、競争曲、シンフォニア、室内楽などがある。その作品は存命中に一つも出版されず、声楽曲のほとんどと四つの歌劇は散逸している。 とはいえ同時代人から高い評価を受けており、バッハはファッシュの多くの作品をシャフしている。今日、ファッシュは作曲様式から見てバロック音楽と古典派音楽の橋渡しをした重要な作曲家として認識されている。ありがとうございます。